いや、ナイスダーツ。もう圧倒的な負け。おー、来ましたね。だんだん頭なんかこう盛り上がってきましたよ。翼さん、ヤンマーさんの試合動画やスローイング動画をよく拝見するのですが、上体の前傾具合が試合の最中で変わる時があるように見えます。その時の飛び調子で変えているんです。無意識ですね。無意識でございます。間違いなく無意識でございます。完璧なる意識も全くしておりません。あ、全然違う。多分ね、アップが足りないとそんなに前傾じゃないんですよね。温まり出すと前傾になってくるんじゃないかな。あの、それこそ昨日僕あのダーツライブ社で あれを撮ったんですよ。なんかレクチャー動画みたいな。やっぱり向いてないですね、レクチャー動画。だからそういうダーツの上手くなり方をしてないんで、結局なんか自分がどう投げてるかを研究すると下手になるっす。はい、だから研究してないからなんか調子が悪くなるっすって思った。昨日久しぶりにやってレクチャー動画というか自分のフォームを解析することをやって、なんかあんまり調子が良くならないですよね。はい、だからもうその時の飛び矢調子というよりはもう感覚、この矢がこの指、矢がこの指からこの離れるこの感覚、これを大事にしてます。これが違和感があるんだったら違和感がないように投げてますね。はい、だからめっちゃ多分やりたくない顔してやってます、はい、あ、違うなってなったらその違う感覚はもう捨てる。はい、結構だから僕のところによく質問来るので、やっぱ下に落ちるとか左にずれるんですけどっていう質問が来るんですけど、なんかやっぱそういう質問をするということは、そういう自分外れたダーツを研究してるってことなんですよね。その時間がもったいない。はあ、もっとこう気持ちよく入るダーツは何なのかを常に追い求めてた方がレーティングが落ちないし上手くなると思いますね。うわ、うまい。今日なんかうまい人多いな。そうか、あの対戦してた人だな、俺を無視して。あ、1、そこ1に行ったらいいか。はい、2000年生、まあ、シード防衛、もうちょっと上まで行きたいですよね。あ、ゆきさんすいません、確認でかい話じゃない、リーグメンバーだな、じゃあうちの。絶対今出るって思ったでしょ、みんな出るって思ったでしょ。またカードがこういうこともあるんですよ。